獅子岩と鬼木城右手前の浜が七里三浜獅子岩は三重県熊野市井戸町に位置し国道42号の七里三浜沿いの獅子の東部に似た形状の岩山である獅子岩津四死岩の位置高さ約25メートル周囲約210メートル砂浜を挟んだ東隣に位置する鬼ヶ城は熊野山西岩が流木や海面の上昇河口に伴う海食。 風色によって形成された自然景観で、獅子岩も同様に海色現象、風色現象によって形成された自然景観である。岬の先端に口を開いているように見えることから、獅子岩の南側に位置する新仙道の雲の岩に対して、あの岩と呼ばれ、井戸川上流に位置する大熊神社の狛犬とされ敬愛されており、そのため大熊神社には今も狛犬が置かれていない。 毎年8月17日に開催される熊野大花火大会では多くのカメラマンが集まる絶好の撮影スポットとなっている。1958年6月24日、国の天然記念物、鬼家城に獅子岩が追加指定され、登録名称が熊野の鬼家城不獅子岩を得変更となり、同時に名称が追加指定された。ユネスコの世界遺産、 キ伊山地の霊場と三経道を構成する、熊野三経道、伊勢路の構成資産の一つとして、熊野の鬼ヶ城富士市、岩尾が2004年7月に登録されている。ありがとうございます。